はい、カトさんも始まりました。今回のカト散歩はですね、福岡県の大野城市、はい、やってきております。ここはですね、チャゲヤスのアスカさんの地元ということで、先ほどね、飯塚の顔テラスさんで、大野城くん、これこの人がね、ゆるキャラらしいです、大野城の。でね、大野城はでも大野城市ないらしいです。もう越前ガニもさ、越前市じゃないしさ、もうどうなっとるの。あ、市じゃないのか、基本的にね。市が嫌われとんのかな。はい、大野城心のふるさと館やってきました。まずね、鳥ぼっかけっていうのが有名らしいです。ちょっと今ね、出品中らしくてですね、食べれなかったんですけど、こちらの、お土産コーナーには、こちら、大野城くんがやはりいました。これ、明日の城をちょっと、ね、見て、青もあるし、フィギュアもあるよ。ほら。はい、太平閣さんやってまいりました。ちょっとね、肌寒くなってきてね、ご飯時になってきたんでね、ちょっと行こうかな。なんか九州では酢醤油で豚まんをこう食べるらしいんですけど、酢醤油って餃子のタレの感じなのかな。行ってみましょうかね。はい、太平閣さんの豚まん買ってきました。これね、酢醤油とかかけるのかなと思ったらね、そのままらしいです。味付けがしてある。いただきます。うまっ、ずっしり。はい、ということで、大野城市散歩です。いただきました。大野城くんがちょっとね、これは初めの一歩なんですけどね、ベッシーが大野城くんが、もうメイン大野城市でした。多分メインでしょう。ということで、まだまだ続きますけど、行きましょう。ありがとうございました。